リンゴルフの皆さん、こんにちは。 PCM の編集長をやっている村田と申します。よろしくどうぞ。今年の3月にアジア最大のイベント、ゴルフのイベント、ジャパンゴルフフェア2020というのが開催予定だったんですけども、今回のコロナの影響でイベントそのものが中止になりました。で、我々 PCM としても中小のメーカーさんを一堂に集めたコンポーネントコーナーというのを主催を考えておったんですけども、やむなく中止ということで、そこでですね、申し込みいただいたメーカーさんに PR する場を設けようということで、一つはこういう PCM という本で事後ご紹介をさせていただこうと思っておるんですけども、一方でリンゴルさんのお力を借りてですね、動画でも各メーカーさんご紹介をさせていただこうということで、以前何回かうちの筒がですね、指導をしてアップされたのを見ていただいたと思うんですけども、私も一編集長としてこれからメーカーさんの商品紹介をさせていただこうと思ってます。よろしくお願いします。今日はコンポーネントというパーツの世界のご紹介させていただくメーカーの一つとして、ロディオというメーカーさん、ブランドですね、こちらをちょっと紹介をさせていただきたいと思います。聞いたことがある人は相当マニアックな方かもしれません。それぐらいまあちょっとある特定の人たちにとっては人気のブランドになってます。で、特徴としてですね、ソールのバッチンとか見ていただくと蜂が写ってると思うんですよね。この蜂がロディオさんのアイコンになってます。非常に可愛い蜂ですね。まあ見た目が綺麗、まあ色使いも綺麗ですし、可愛い雰囲気も出してますね。女性なんかでも見たら可愛いっていう感じじゃないですかね。こういったように、まあ外観も見た時に非常にこう特徴があって分かりやすいメーカーさんですね。こちらちょっとまあサンプル的に今出しました。で、ロディオのヘッドというのは基本的にまあドライバーからユーティリティ、まあ、ハイブリッドまで全て、ソールにこういうバッチがついてます。こういう蓋みたいなのがついてて、この蓋を取って、中にこういうふうに、まあ、鉛ですね、鉛を貼れるようになってます。この構造は多分今までないですね。で、まあ、バッチを取るとですね、こうやって指が入ってこういう状態でこう貼れます。まあちょっとボール捕まえたいなっていう方だったら、まあこっち持ってったり、あとまあちょっと逃がしたいなーっていう方だったらこっちにあったりとか、でスピン量をコントロールしたいなーっていう場合にはここら辺にあるとか、貼る場所でヘッドの性能を変えられるというのがロディオの最大の特徴です。ただまあロディオってまあ多分ヘッドで見たことある人が非常に多いと思うんですけども、実はもともとカーボンシャフトメーカーです。まあこちらこういったような感じでシャフトメーカーですね、もともとは。まあ、親会社がですね、グローブライドっていう社名になるんですけども、昔で言うと、まあ、ダイワっていう名前ですね。で、ダイワっていうと、今、釣り具で有名なダイワ。まあ、カーボンで有名なメーカーさん。世界的に有名なとこですね。そこの釣り具の、竿。カーボンの竿の技術を活用して作られたのがロディオのシャフトです。で、まあ、シャフトの種類もいろいろありまして、まあ、かなりやっぱり専門的なところでいろんなコンセプトを立てながら作ってらっしゃるんですけども、まあ、これなんかすっげー細いっすよね。めちゃくちゃこう細いんですよ、これ。まあ、スリムシャフトっていう名前、まあ、そのままなんですけども、細い仕上がりですね。で、こっちはどっちかというとちょっと異素材というか、金属のアモルファスという素材ですね。そういった素材をうまく噛み合わせて軽いけども強靭であるという材料を使っているシャフトもあります。ちょっと面白いデザイン。これパッと見何書いてあるかちょっと分かんないんですよ、これ。こんな感じで。で、よーく見ると、実はこれ、オレンジの中にある黒いところが、ローディオって書いてあるんですよ。ちょっとおしゃれっすよね。で、まあ真ん中から先っちょが、まあこういう、マット系のブラックになってます。なので、構えた時の安心感をそのまんまに、デザインで遊ぶというところも、ロディオさんのいいところですね、はい。ドライバーのヘッドなんですけども、一般的に、まあ、昔からあるヘッドはこちら、ロディオのまあ代表的なモデルですね。こちら、これとかこちらですね、 460cc のヘッドです。まあ、その後の後継機種として新商品で出てきたのがこれね、S チューニングって書いてあるんです
これはですね、さらにチューニングがしやすいということと、まあ、とこのヘッドを出した時にちょうどこのスリムシャフトっていうのを出されたんですね。でこのスリムシャフトの性能を発揮するために登場したヘッドがこちらです。一番新しいところでいくとですね、実はこの385というヘッド、385って書いてあると思うんですけども、これ何かというとヘッドのサイズ、大きさなんですね。 385cc ということです。あ、これ S2 つだった、ごめんなさい。これ S じゃない方、はい、こっちが S の方、はい、これ何かというと、実はフェース面の厚みですね、フェース面の厚みで2種類ございます。上の方はこれ S って書いてあります。で S はフェース面のこの高さが低い、ちょっと低いで、 S はまあ、シャローという意味の S がついてます。で何もついてないただの385って書いてある方は、まあ、S に比べてややディープ、厚みがちょっとまあ若干高いという2種類があります。これもですね、まあ、去年あたりもそうなんですけども、まあ、一時期、まあ、有名女子プロが何人か使われたというので、まあ、ご存知の方もいらっしゃると思います。まあ、今多分ね、若い方たちからするとそんな小さいヘッド知らないとなるかもしれません。歴史で言うとそうだな、20年ぐらい前のドライバーこれぐらいでした、大きさが。まあ今じゃね、もう10年ぐらい前は、460って大きさがもうずっと来てますけども、その昔はまあこれぐらいの大きさのものが結構主流だったというのがあります。今回まあなんでこの 385cc というわざわざ小さいヘッドをロデューさんが作ったのかというのは、これ実はフェアウェイウッドの流れを組んだドライバーという意味で作られています。フェアウェイウッドを打つフィーリングでドライバーが打ちたいっていう、まあ、一般的によくその操作性とかってよく言うんですけども、どちらかというとアマチュアでもこれは捕まりがいいというのと、まあ、ヘッドの返りですね、意外とこうヘッド小さいのって返りやすいんですよね。なのでスライサーで悩んでる方とかなんかに非常にこう操作性、まあ、使い勝手がいいと、上手い人が使うものではなくて右に行っちゃう、スライスしちゃうっていう人たちですね。そういった人たちでも十分これ使える。まあなんでかって言ったら大きいとどうしてもこうヘッドを返す力ってどうしても必要なんですけども、なかなかそのヘッドを返す力が出せない。結果まあスライスしてるという方が結構大勢いらっしゃるんですね。そういった方は逆にこういったら小さいヘッドはありかなというふうに思います。やはりこれもですね、ロディオのカーボン技術を活かしたシャフトでヘッドを活かす。ヘッドでシャフトを活かす両方のテクノロジーをうまく融合できるのがロディオの強さだと思います。続きましてちょっとフェアウェイウッドに参ります。まあ、フェアウェイウッド、まあ、これは今クリークか5番ですね。まあ、こんなデザインですね、こんなデザインで、まあ、こんな感じ、こんな感じです。フェアウェイウッドはもっとドライバーよりもすごいところがあって、実はですねソールのパターンというか、このソール自体がいくつか出てます。まあ先ほどこれがまあ一般的にノーマルなソールってこれなんですよ。こんな感じなんですよ。例えばこういうソール。ちょっとギザギザとしたものがこう出てるんですね、こうやって。こうやって見ると分かりやすいかな。で、これまあ洋芝関係で、まあ、まあ滑りやすいイメージですね。突っかかりやすいような方にとってみたらこのソール、いいですね。とか、こういった形状ですね、これもあります。実はフェアウェイウッドの方がかなりチューニングの幅が広いです。で、まあ、どっちかというとノーマルでいくとざっくり言うとまあこんな感じの角度ですね、これぐらい角度出ます。全般で言えばロディオのフェアウェイウッドは捕まる設計になってます。捕まる、まあまあ左にこう綺麗にドローボールが出やすいヘッド性能というふうに申し上げたんですかね。そういう設計になされてます。で付け加えですけども、先ほど申し上げた385のコンパクトドライバーですね、これの原型というか、まあ、元のフェアウェイウッドってのはこちらですね。こういう感じで、まあ、ちょっと似てるのかな、大きさが。こんな感じですね。今度はこのフェアウェイウッドの流れでユーティリティですね、まあ、まあハイブリッドというふうに言われてますけども、まあ、これが確かノーマルだと思います。
まあ、顔で言うとこんな感じですね。まあこんな感じ。まあ例えばこういうスリットですね。ソールにスリットが入ったやつですね。これがあります。とりあえず今あるのはこれだけですね。あの、まあ、ハイブリッドもそうなんですけども、まあ、これもつかまり系、まあ、一般プレイヤーからすると、しっかりと球を捕まえてくれると、で捕まえて、まあ、飛んでくれるという設計になってます。まあ、かなりフィッティングの幅が広い。ユーティリティでなかなかそこまでやってるとこ少ないですよね。次アイアンちょっといきます。こちらですね。これ PC4 自動アイアンというヘッドです。これはどちらかというと、まあ、キャビティ系の、まあ、キャビティボックスですね。まあ球が上がりやすいという、まあ、比較的優しいと言われている構造のアイアンのヘッドです。これちょっと面白いところが実はありまして、まあ、ここにも R マーク、ロディオの R マークがついてると思うんですけど、これ実はカスタムメイドで色変えられるんですよ、ここ。オーダーで。で、あとこの、まあ、これ自体が今これフィッティング用のヘッドなので、まあ、フィッティング用ではシャフトが変えられるようなヘッドなんですけども、販売用のものに関しては、当然まあソケットっていうのがまあシャフトとのつながりにこうつくと思うんですけども、このソケットも実はいろんな、まあラインに色が入ったものとかいうのが種類があって、かなりデザイン的にカラーリングが楽しめる、そういうヘッドになってます。で、構造的には非常にこう優しいヘッドなので、アマチュア向けというか、もう優しくラウンドがしたいっていう人にとってみたら非常にいいヘッドです。で、続いて超こだわっているこれ CC4 ジトってヘッドがあります。これちょっと見てください。これバックフェースがこんな感じで、でね、ソールもこれちょっと分かりますかね。スリットとか線がバーッと横に入ってるんですけど、見えますよね。これこの仕上げすごいっすよね、まあ、CNC の削り出しなんですけども、ただこれ実は日本の研磨職人の巨匠が仕上げたヘッドです。顔がねすごい、まあオーソドックスというか、まあ、昔の顔というか、まあ、そういったら顔に仕上がってはいるんですけども、仕上がりの部分ですね、仕上がりのこの表面の部分見るとかなりまあ斬新で今風というふうに見えますね。こんな感じでこうこんな感じですかね。でまあこちらはまあフィッティング用なので取れるタイプなんですね。こういうふうに、まあこれは先ほどの PC も同じように市販品のものになった場合にはちゃんとここにソケットがつきます。でこちらもソケット、いろんな色が選べます。っていうことで、ロディオっていうのは、まあ、どっちかというとまあカスタムの世界、まあ、コンポーネントの世界、やっぱ男の世界なんですけども、女性が見てもわあ可愛いとか綺麗とか、そういったような部分のデザインセンスが非常にこうあるのが特徴で、デザインがいいから使いたいっていう女性も使ってらっしゃるケースがあります。はい、ということで長々とありましたけども、ドライバーフェアウェイハイブリッドアイアン、まあ、全モデルロデオをご紹介させていただきました。まあ、ぜひね、気に入った方はロデオのホームページをご覧いただいて、コンシェルジュというサイトがあります。そちらに、取扱店のショップリストが載ってますので、ぜひそちらにご相談をしてください。以上、よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。